ザッキとリョフ、凶悪かつ強力な二人が率いる大軍が孫権の城を覆い潰そうとしていた。城を守るは宗仁と周泰、鉄壁の守り手と言ってもよい二人だったが、いかんせん飛賀の兵力に差がありすぎる。孫権の援軍が到着するまで彼らは城を守れるのか。魏と呉を代表する刀匠の戦いが今始まる。ダッキと呂布の目当ては腕輪か。ここを突破されては他の皆にまで危険が及ぶ。貨幣だが何とかせねば。いずれ孫権様が来る。それまで耐えるぞ。ああ、この宗主公、防衛戦には自信がある。我が身を盾とし何としても守り抜かん。率いる大軍が迫っているか。だがこの城は宗主公が必ずや死守せん。孫権様の援軍が来るまで守り抜く。まずは城周辺の敵を閉ざる。その後隙を見て撃ってって。正体不明の若武者が出現。一人で呂布軍と戦っている模様です。なんと、すぐに合流しろ。敵の敵は味方。今は少しでも戦力が欲しい。これが弱肉強食。一人突っ込むバカな若者。あいつのことを思い出してしまう。これで勝ったと思うなよ。頼もしきことよ。自分も負けてはおれぬ。ここは一体どこなんだろう。日の本の城のような気もするけど。仲間に任せろ。これで勝ったと思うなよ。よくよ。俺の腕見せてやる。この世界に迷い込んだばかりの様子。余計な世話かもしれぬが、手を貸そう。助太刀ですか。ありがとうございます。俺は豊久、島津豊久です。気づけば知らない場所にいて襲われてめちゃくちゃ困ってたんです。むやみに戦った挙句助けを求めると。ダメだ、ダメすぎる。そう言うなよ直政。俺は好敵手のお前に会えて嬉しすぎる。すごいな直政。俺も負けられない。なんという武勇。助かりました。あの
この城を奴らから守ってるんですか？よければ手を貸してもらえぬか？はい、喜んで協力します。島津は受けた恩は必ず返す。伝令、西から敵の増援が接近中。まだ敵が来るのかよ。もう無理だ、絶対勝てねえ。敵の増援も許せば我が軍は窮地に立たされる。増援が来る前に西の砦を制圧せん。こんなつまらん戦付き合いきれん。俺がさっさと終わらせてやる。あいつすごそうだ。放っておいたら城が危ない。俺が食い止める。負けぬつばらい返し。なんて見事な剣さばきだ。俺あんたみたいに強くなりたい。そのような目で見られたのは初めてだ。よくやった。宗神殿は戦上手なんですね。その采配、俺憧れます。逃げ余る言葉だ。豊久殿こそ鬼のごとき武勇や。知り合いを手を出させ行くぞ。ほう、俺を阻むとはいいや。なかなかやるな。貴様の顔覚えておいてやろう。父上と張り合うなんてとても侮れない。やはや随分やるのですな。私たちも気を引き締めねば。増援を崩せよ。総隊、敵軍が来たら一気に襲いかかれ。承知しました。いいぞ、俺も続く。待たせたな。引っかかったな。なぜここに敵が。城はひとまず守れましたね。かわいそうだ。押されている。このままではじきに突破されよう。敵さん案外しぶとい。でもこれで終わりかなね、ティンキューさん。左右砲術の準備ができましたぞ。いざいざ追い打ちをかけん。砲術に放っておいたらヤバいぞ。早く止めに行かないと。でもここを動けば城の守りが手薄に。ダメだ、八方塞がりだ。俺が砲術を止めてくれ。
島津は最後まで諦めない。豊久殿を死なせてはならん。誰か援護を頼む。頼もしきことよ。自分も負けてはおれん。まずは神社一人で敵陣に。俺たちももっと頑張らねえと。必ず城を死守する。敵陣へ向けて攻撃を開始する。みんな私に続け。俺の腕見せてやる。見事に負けちまうとはな。よくやった。敵様の相手鬼神の娘が務めよう。覚悟しろ。勝負次に預けるぞ。新高台のお相手をしていただけますかな。切りまくる。敵将ヒット。これで終わりではありませんぞ。よし、片っぽは止めた。あと一つだ。みんな、よく持ちこたえてくれた。これよりは我らが共に戦おう。おお、尊賢殿、これで流れも変わるだろう。皆のおかげで守りきれた。もう尊賢さんたち来ちゃったの。城を落とすのに時間かかりすぎ。もう力押しするしかないか。じゃあみんな攻めちゃって。よし、これで砲撃は止まったぞ。頼もしきことよ。自分も負けてはおれぬ。あんたも強そうだな。一緒に戦えるなんて燃えてくれ。なかなか熱いやつだな。俺もお前と共闘できて嬉しく思う。義の重鎮たる宗神殿と器を並べようとはな。だが、これほど頼れる味方はおらん。それはこちらとて同じこと。孫武の刀匠の力、まことに心強い。撃ち合った。遅っ。世界、よくぞ城を守り抜いてくれた。いい、俺の働きなど皆のおかげです。
かちょっと残念な感じなの？無双で俺の攻撃手だ。かわいそうだ。綺麗に眠って。なんだか疲れちゃった。バイバイ。今度はもっと楽しいことしましょう。総人殿、持ちこたえてくれて感謝する。さすがは葬儀の盾たる将よ。いや、この勝利は豊久殿の活躍によるもの。称賛の言葉はこの若き優勝に。俺だけじゃなくてみんなが諦めなかったから、だから勝ったんです。改めて礼を言わせてくれ、豊久殿。貴公の諦めない心に皆励まされた。この勝利の一番の立役者は貴公だ。素晴らしい猛将だ。そんな褒めすぎです。俺は俺なりの戦をしただけですから。何があっても諦めない島津の戦を。自分も周太殿も大切なもののためならば諦めない心を持っている。我らは似た者同士なのかもしれぬな。豊久殿に頼みがある。我らはこの異界で先ほどのような強敵と日夜戦っている。貴公のような猛者が仲間になってくれると嬉しいのだが、今後も力を貸してくれぬか。はい、俺でよければ喜んで。さっき助けてもらった恩もありますし、俺鬼島津の名をこの異界にも轟かせたいんです。全力で頑張りますから、よろしくお願いします。ああ、よろしく頼む。俺はもっと強くなる。成功したか。戦場を混沌で染め上げてやろう。一緒に鍛錬をしてきたよ。壊しちゃかわいそうだから加減しちゃった。僕はちゃんと強くなれたのかな。